モンモリロン医師は鉱物の一種でスメクタイトグループに属する。化学組成は 0.332Si4O102NH2O。結晶系は単写晶系。粘土鉱物の一つ。名前は産地の一つであるフランスのビエンヌ県にあるモンモリオンに由来し1847年に命名された。熱水変質を受けた岩石に含まれる。 フランスのモンモリオン地方、北米ワイオミング州など世界各地で産出され、日本では新潟県、山形県、群馬県などで良質なモンモリロナイトが産出されている。モンモリロナイト化はアルカリ性の土壌環境下で進む。ボガンは同一であっても、酸性から中性の環境下で粘土化すると香りナイトになる場合がある。 構造は、ナトリウムを含む NA 型とカルシウムを含む CA 型に分類できる。主に前者は、日本やアメリカ合衆国で、後者はフランスで見出すことができる。モンモリロナイトを現地調査で確認する手法として、ベンチジン、ビタミン A、パラアミノフェノールの主役を適化し、定食反応の有無を確認する方法がある。モンモリロナイトには水分をたくさん抱え込むことから、 他の粘土と比べ最も吸着性が高いという特徴があり、その他にもいくつかの特徴がある。濡らしたリトマス紙を赤く変色させる性質を持つものは酸性白土と呼ばれる。モンモリロナイトを主成分とする酸性白土は天然の粘土であり、油脂分を吸着する性質を持つことで古くから知られており、ローマ時代には羊毛の脱脂などに使われてきた。 近代になると石油製品の脱色や炭化水素の生成にも用いられるようになり酸性白土が盛んに採掘されるようになった。日本では19世紀以降日本海側の核鉱山にて採掘が活発化した。採掘された限度は素材され粉砕しつつ乾燥し、ふるい分けして製品化する。第一次世界大戦の頃からは 酸性白度を酸処理して、より多孔性を高めた活性白度が作られるようになった。ただし、酸処理効果の大小は、産地の影響も大きいことから、酸性白度のまま使われることもある。日本では、古くから洗濯庫や漂白庫として使用されてきた。明治時代に行われた産地の調査も、地元住民が使う洗濯用粘土をリトマス紙で、 チェックするという方法で行われた。初期の研究は、早稲田大学の小林久平が、精力的に行い、酸性白度の命名も小林が行っている。現代では、モンモリロナイトの名称で、有機合成用にも市販されており、クロマトグラフィーの重点算や、弱酸性の触媒として用いられるほか、生活用品として洗顔料や、ボディソープ、 ヘアシャンプー、入浴剤にも利用されている。ありがとうございます。